皆さんこんにちは、赤橋久典のひさちゃん。今日はですね、なんとサンセットを見に来ました。場所はララポイントというところでですね、見に来ました。人がいっぱいいますけど、あともう少しで、日が落ちて綺麗になるんじゃないでしょうかね。海もすごくピカピカ光ってますよ。かなり光ってますし、いいところに来てですね、家族みんなで楽しみます。今こんなような状態です。ビーチの上に芝生があって、そこで、バーベキューやら皆さんいろいろなものを持ち合って楽しんでますね。なんかこの前はパーティーでもやってんのかな。なかなか景色のいい、もうちょいしたら日が沈むような、そんな状況でございます。ちょっと歩いてみようかな。ちょっとね、気に入った場所を見つけたんだよね。ちょっとここに入り口があるんだけど、この雰囲気、この絵がねちょっと気に入ったね。このなかなかサーフィンのメッカな、このカリフォルニア、南カリフォルニアなんだけ、逆サイドはこんな感じの絵があって、これが可愛いね。なんかね、全体的に可愛らしいになってますよ。この下に行くとですね、みんなサーフィンからこうやって上がってくるサーファーたちがいっぱいいます。そこに家かホテルかわかんないけど、これなんかめちゃくちゃ雰囲気がいいね。これでも坂道上がってくるのは変だな。まあこうやってカートで上がってくる人もいますしね、こうやっぱいい場所には人がいっぱいいるな、コロナだっていうのに。めちゃくちゃかっこいいです。本場のカリフォルニアサーファーが、ね、本当もあともう1時間ぐらいで日が沈むから、これもまた綺麗かもね。なんとここにリッツカールトンの入り口があります。めちゃくちゃいい。わー、いいじゃんこれ。さあやってまいりました、ビーチ。できるなんだかんだ下まで降りてきちゃったよ。この前ここに来てめちゃくちゃ雰囲気が良かったから一回来たけど、サーフィンやってる人たちがいっぱいいて、ちなみにあっちの方に前やった前、僕が持ってるメンバーコースのゴルフ場が、この奥あたりにあるんですね。やっぱビーチに来るとなんかテンション上がるね。みんなね、波も結構高いし。普通に上がろう。この坂道上がるのはちょっとやだなってぐらいの坂道です。このね、芝生のとこに僕らも陣取ってサンセットを見ようという感じです。めっちゃいいね、電動自転車。いいね、人がどんどん増えてきていますね。やっぱあとほんと30分ぐらい、1時間前ぐらいだな、で日が沈むということで、みんなサンセットを見に人がどんどん集まってます。徐々に
寒くなってきたので半袖短パンだとちょっと寒いかな今。最高だ。あともうちょいだね。本当あとどれぐらい？あと何分？今何分？何十分ないぐらいか。20分ぐらい。あと10分ぐらいか。本当日が沈むな俺。え、大丈夫ですね。これはやばいな。もう人がめちゃくちゃ多くなってきた。今ちょうど日が落ちてきたら雲になんか隠れてなんか見えなくなってきた。あー落ちてるけど全然雲で本当怪しくなってきたね。あれ沈んでるのかな。もうなんか人がなくなるわね。あれやっぱカタリナ島かな、違うのかな。ちょうどこの人の3本のヤシの国のパンプ。絵に出てきそう。日が本当に落ちる。I tried surfing today. Yeah. Ah, ついに日が沈む。